前身とは、仏法及び、仏教徒を守護する、主に、天部の神々のこと。五宝神、あるいは、書天前身などとも言う。梵天や大尺天、また、趣味山の四宝を守る四天王や金剛力士、八部衆、十二神将、二十八部衆、八大竜王、さらに鬼神とも言われるアシュラやキシ神、十羅雪女、八大アシ大将、剣老知人、 風神雷神など、さらには、本日衰弱の神や権限、雨、報道寺など、すべての神々は仏法を守護する神として、五法全神に含まれると考えられる。これらは、一般的に守護神と呼ばれるが、特に仏法及び、仏教徒を守護する神を五法全神、五法神などと呼ぶ。これらは、バラモン教及びヒンドゥー教の神々が、仏教に取り入れられて、 仏法を守護すると考えられるようになったものである。当初、インドでは、梵天と大尺天の二神が仏法を守護すると考えられていたが、バラモン教の最高神である梵天が含まれたことで、梵天以下の様々な神々も包摂され、仏法を守護すると考えられるようになった。仏教では、六道の最高を天上道とするが、これは、簡単に言えば、 神の世界にあたる。しかし仏教では、天上道といえども、まだ悟りを得ない世界であり、六道として輪廻する世界の一つに過ぎないとされる。また釈迦が上道直後に、梵天から法を解くよう進められたのも、ブッダである釈迦に梵天が自らを含め主情を救って、欲しいという解の立場から法を広く解くよう進めたので、仏教では、天部の神よりも、 仏陀や菩薩の方が上部に位置すると考える。仏教は各地の土地の風土に合わせるという性質を持ち、インドだけでなく中国においても土着民族の神々を包摂し集合した。招き法七郎体験、おさむり菩薩などはその例である。また仏教は日本に伝わると、日本の神々も神仏集合を呼び、本次衰弱説により、権限と呼ばれ。 ご法全身に取り入れられ、祀られるようになった。そのため教義では、密教の構想や、主言者に従って守護し、また、勢族の領海にわたって刺激される心霊や、自然の精霊をも指して言われる。例えば、猿のおずぬ敗下の騎士宗や、白山の隊長に仕えた伏せ行者、さらに山伏に使徒である伊名や、稲荷などがそれにあたる。 また、十羅節女や八部衆などもその例とされる。なお密教では、明王は、教領神と言い,い、教えを広める役を持ち、これに対し五方全身は、外敵から守る役であるとされる。後世には、同時型で描かれた、おつ五法や五法同時などがあるが、これらも、五方全身の一つとされる。チベットでは、中京と呼ばれる。通常、 仏教一般では、美法を守護する天部の神々は、御法全身、あるいは御法神と呼ばれる。しかし日蓮は、法華行とその行者を守護する天部の神々に対して、書天全身という語を多用した。したがって、日蓮集計の宗派間では、御法全身や御法神よりも、書天全身と呼ばれることが多い。法華行の行者を守護する全身のこと。 ほっけ行においてこの書店全身が、ほっけ行の行者を守護することを誓っているとされる。また、民衆、国土を守り、福をもたらす宇宙の働きと解釈されている。日蓮宗の寺院内で独立した祭壇や道具、境内拙者などを有する神としては、七面大明神、大黒天、岸も神と十羅節女、西条稲荷、妙剣大菩薩、微舎門天、 大石展などの神々がある。天台宗北家宗日蓮宗の寺院においては、北家行信者の日替わりの守護神として三十番神を祀る、神仏集合の監修がある。そのため、寺院に三十番神道、万神道、万神宮という名の道がある場合が多い。ただし、明治維新後の廃仏希釈で取り壊された道具も多い。ありがとうございます。